佐治一世は、戦国時代から江戸時代前期の武将。小田氏の家臣。佐治信方の嫡男。母は、小田信長の妹、犬。尾張三氏氏は、北半島の大野を中心とする、西海岸地域を領する一族で、伊勢湾海上交通を掌握する佐治水軍を率いていた。その立場は、小田氏に従属的な家臣とする説と、独立的な国衆で、 父の信方が、永禄初年頃に信長の妹、犬を室に迎えていることから、織田はじめ門革であるとする説がある。父、信方は、織田氏による一世長島攻めに従軍して、戦死9月28日とも、元気2年とも言われるしたため、幼少の一世が家督を相続する。大御国おたり上主浅井長政の娘、孔を妻に迎えたと言われており、後に離縁したと言われているが、 諸説ある。天正十年の本能寺の変による、信長王死後、その次男、織田信夫に仕えるが、橋場秀吉と徳川家康、信夫の敵対から発生した、天正十二年三月の小牧、長久手の戦いにおいて、合戦後に家康が三河へ帰陣する途中の鞘街道の私において船を提供し、秀吉の怒りを買い、王野を退去したという。一方、 文書上においては、小牧、長久手後にも、一世の王の支配が確認されているが、天正十三年の頃と見られる、小田信夫文言帳においては、一世の名が見られず、一世の王の退去は、小牧、長久手後の論功交渉によるものであると、考えられている。母親の犬が死去した際に、亡き母親のとぶらい量として10月3日に3観989文を、 さらに翌年に考領として19巻655分をそれぞれ奉納しており、離別後も母を犬と交渉を持っていたことが伺える。その後、おじ、織田信金の領する異性逃れてその家中にあり、後に信長と即室、お鍋の方の娘で10枚に当たるおぶりを性室に迎えたと伝えられる。寛永11年9月26日、京都にて死去した。去年十六。 長徳院伝会議は去成なり古墓所は、両安寺にある。大野城三志氏が、お絵を迎えた、地公の母のお一致の方は、本能寺の変における、信長王子後の天正10年に、小高臣、柴田勝家に嫁ぎ、コーラー在三姉妹も越前国北の省に移る。翌天正11年4月24日に勝家と、死は、北の省において、橋場秀吉に敗北し自害しており。 三姉妹は、秀吉の元へ引き取られている。天正十二年に、一世が大野を追放され、皇と離縁したとされる経緯から、一世と皇の婚姻時期は、天正十二年初めで、佐治氏や信長の次男で一世のいとこにあたる織田、信夫の怪獣を目的とした、秀吉の遺向であったものと想定されている。宮本義美は、上記のお和田説に疑問を呈した上で、婚姻を決めたのは、 秀吉ではなく、織田信夫であるとし、婚姻時期は、天正十二年春としている。一方で、一世と皇の婚姻を記した記録や、佐治氏系図においては、時期や事情を記したものは見られず、近世後期の鳥取藩主池田家の由来書には、婚姻時期を、信方戦死後の天正二年とする説もあり、犬の再下に伴い佐治氏との婚姻を必要としていた。 信長の意向であった可能性も考えられている。なお、徳川幕府家父においては、浅い三姉妹のうち、茶々を五代所、初を出土記するのに対し、公については妻と隠した表現を用いており、一世と公の婚姻の意義や婚約のみであった可能性など実態については議論が存在する。ありがとうございます。